受け職種。受け職種ライオン紹介ムービー。わーい、どんどんパフー。脳内彼女ユーザーの皆様、はじめまして。粘着質な幼なじみの頼川やどりです。ちなみに粘着質というのは、別に私の正体がスライムだったとかそういうわけじゃなくて、単に私の性格的なものだから安心してね。妹の国からはじめまして。職種を愛してしまった悲劇の妹ヒロインのマガミナナミだよ。今日はヤドリちゃんと一緒に受け職種の魅力をたっぷり教えてあげるから楽しみにしててね。さて、そんなわけで今回発売される受け職種というゲームだけど、ナナミ、これがどういうゲームなのか想像できる？はいはーい。受け職種なんてタイトルだから、きっと職種が侵されちゃうゲームだよ。はい、その通り。最近男の子で話題ですけど、脳内彼女はもともと女性上位ゲームだということを皆さん忘れてないですか？たとえ職種という印字を持ってしても、ヒロインに侵されちゃう。ある意味究極の女性上位、それがこの受け職種なのよ。なるほど。だから今回は職種が全く役に立たないアドベンチャーなんだね。その通りよ、ナナミ。職種ゲームのヒロインがいつまでも犯されているばかりじゃありません。たまにはこっちが犯し返すこともあるの。これぞ真の男女機会均等なのよ。なるほど。女性解放論者のあの子にもおすすめだね。なんて信用できないよ。なんでこんなの作ったのよ、ヤドリちゃん。職種が主人公だなんて前代未聞すぎて絶対売れないよ。いじめられて気持ちいい、そんな目覚めちゃいけないシックスセンスを探求した結果、いつの間にかこんなところに来ちゃったのよ。ぶっちゃけすぎだよ、ヤドリちゃん。売る気あるの？リモートゲームを楽しみにしてた皆さんは本当にごめんなさいね。それじゃあ気を取り直して内容紹介。よいしょっと。あ、お兄ちゃんだ。そう、これが我らの主人公、マガミミチオくんです。近所でも評判なちょっぴりねっとりした好青年。将来の夢はお医者さんです。職種のスペック以外はお兄ちゃんって結構普通の人だよね。そもそもミー君は私の魔術の先生が神に反逆するために作った魔法生物にして陰柱なのよ。でもどこでどう間違ったのか、生まれてきたミー君は体は陰柱にして精神は心優しい常識児だから、普通の男の子として生活したいミー君は自分の職種を持て余し気味なのよね。悩める青春だね。よくあるよくある。いや、普通ないと思うわよ。そんな職種生活に嫌気がさしたお兄ちゃんは普通の男の子として生活し始めるんだよね。つまり早く人間になりたいってことかな。ナナミ、それ危険だからやめておこうね。はーい。ところがどっこい、そんなミー君の職種を愛する2人の女の子はミー君の職種を狙ってあの手この手で誘惑してきます。私とヤドリちゃんのことだよね、それ。そう、果たしてミー君は人間として生活できるのか、それとも職種として覚醒してしまうのかと、まあこんな具合に内容は職種のアイデンティティに悩む若者の青春物語となっています。この物語は絶対に面白い。やっぱりカオスだな。駆け足で説明したけど、ストーリーはそんな感じかしら。本当に売る気あるのか疑うレベルだよね。ちょっととんがってるけど、これが時代の最先端ってことでよろしくお願いします。今時受け職種芸の一つでもクリアしとかないとあの子にモテないぞ。無理やり言ってるな。まあそんなゲームだけどさ。というわけで紹介ムービーは以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。次は製品版でお会いしましょうね。バイバーイ。画面の向こう側で待ってるよ、お兄ちゃん。